おはようございます、アイです。今ね8時ぐらいかな、ちょうど。私8時ってさ、アポイントの時間切りだのにさ、8時半だったらしくって、8時に出ようっていうことで8時8時ってずっと言ってたみたいで、今ねなんかフロントヤードで犬のおトイレを済ませてた。うんちしちゃったの？あ、そう。な、多分病院の前でうんちしちゃうね。まあとりあえず行ってきます。ふとちゃん、バイバイ。行ってきます。早く着きすぎちゃったんだって。まあいいじゃんね、寒い朝は涼しいね。犬散歩に行くらしい。何怒ってんの？芝の方に行きたがってるよ、トト。6時半過ぎです。10時にこの車が、なんだっけ、あれリコールが来てるので、それの点検に今出しに行ってます。で、なんか1、2時間で終わるって言うから、待って買い物して帰ってこようとか言うんだけど、私は2時間も待ちたくない、っていうか待てないので、レンタカー出してくれるって言ってたっていうから、出してもらって帰ってきたいんだけどなと思ってますが、どうかな。自分はもう待つつもりで、仕事もするつもりで、パソコン持ってきてんの。全くね。まあ、ということで、なんかで、しかも、多分フリーウェイは混んでるから、下道で行こうっていうことになって、下道だとちょっと、間に合う、下道でもどうかななんて言いながら、今、向かってます。行ってきます。帰ってきてご飯にしてるんだけど、家にあったもので適当に食べてるからボールのままだし、これはねトレーダージョーズのね、レンジでチンするご飯なんだけど、ジャパニーズスタイルライフライドライスみたいな感じで、ひじきとかね、枝豆とか入ってね、これが美味しいんだ。最近これにハマってる。2人でシェアだからね。で、これはお友達の旦那さんのおばさんが韓国から直接持ってきたキムチ、旬の時に漬けたキムチだからすごく美味しい。でも辛いのピリッとするの、山椒みたいなピリッと感じがする。で、あとこれはこの前、結婚 のお披露目会に行った時にお返しでもらった、旦那さんが金沢の人で、金沢のお湯だけ入れてブシュッと潰すもなかみたいなお吸い物です。今もう一個入れてます。ではいただきます。今1時45分ぐらいなんだけど、旦那は仕事に行きました。で、車の方のメンテナンスは終わってるので、レンタカーしてるから、それを返しに行きながらうちの車に乗り換えて仕事に行くみたいで、トトポミはまだ連絡がないです。ただなんだっけ、病院は7時までなので、7時までには迎えに行かなきゃいけないんだけど、なので6時ぐらいには迎えに、まあ電話が来たら6時ぐらいには迎えに行けるように帰ってきますとは言ってた。うん、ので、まあそんな感じかな。で、8時半に取締役のところに迎えに行きますって今連絡を得たので、まあそのぐらいにディナーに行くのかなと思います。なので、旦那がいない間に私は、軽く掃除機かけて、洗濯物たたんで、でもちょっと眠すぎるから、ちょっとまあ寝ちゃうとまた気分悪くなるかなとも思うんだけど、なので、ソファーでコロコロしてようかなと思います。てかもうすごいね、クマ。ひどいわ。疲れてるっていうか寝不足がひどい。はい、ではとりあえずパッとちゃちゃっと仕事を終わらせます。さっき旦那が帰ってきてね、一緒に連れて帰ってきた。健康診断をして、狂犬病の注射をして帰ってきたんだって。ね、とっちゃん、もみちゃん、なん
ずはまあ遊んでんの。あんまり激しい動きはしないでねって注射したら呼ばれるでしょ。やめてね。いいとちゃん、いい、よかったね。みんなどっかにいる。あ、いた。サニくんのトイレを掃除したらしいよ。これからご飯を食べに行ってきます。なんかあのブリュワリービール屋さんっぽいんだけど、なんかブルーベリーのビールが美味しいとこなのね。で、私は飲まないから帰り運転手になるのでメガネちゃんと持ってきてます。で、今なんかそうこの車あのリコール出してメンテもしてもらって、そのまま旦那が会社に行ったから、もうガソリンがないのでガソリンを入れてから向かいます。行ってきます。とにかくエリザベスを聞こえないです。足りないんだよ、全く聞こえなかった。歴史館とかに対してうまく仕立てるんで、感じ優しさが、あ、人数だけですね。ああ、そうか。何ブルーベリー入ってるね。お家帰ってきました、うん、旦那はもうソファーでくたばった。てかね、すごいお酒飲んでて、ビールなんだけど、ピッチャー2杯を2人で飲んでたから、ピッチャー1杯分ぐらいは飲んでんのかな。もっと飲んでるかも。なんか俺はやめとくわって言って、なんか結構飲まれなかったので、そうで帰りは運転してきて、でもうあのお送りした後、速攻旦那は気が抜けて寝てましたね、車の中から。うん、まあね、寝不足だし、あんだけお酒飲んだら寝るよなっていう感じ。はい、そうですね、うん、私ももうお風呂に入って寝ようと思ってます。自分はちょっとあのソファーでうとうとねしたから、だいぶ良かったんだけど、うん、そうなんです。さあ今日さ、この前買ったあのトゥーフェイスのチークをあの使ったんだけど、ベリーの方を使ったんだけど、ものすごい発色が良くて、ちょっとびっくりするぐらいの発色で、のせた瞬間に真っ赤か、真っ赤でもないんだけど、すごいことになってお手もやんみたいになっちゃって、でこっちにもの同じあのこっちのわーと思った時にこっちにのせても、こっちもすごいことになり、必死でぼかしたんだけど、必死でぼかしてこんだけ赤い結構頑張ったんだけど、あのチークお化けみたいに今日はなってます。しかもなんか何ぼかして広範囲に広げてるから、ここのここからもずっと全部チークお化けみたいになってて、なんかコントワーというかしても、でそのまま上にハイライト入れてうまいことぼかし、その後そのフィニッシングパウダーみたいにもグリ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 したんだけど、はい、なので幼虫幼虫っていうかね、すごいあの3色でマーブルになってて、全部混ぜて使おうと思ったからクリクリってやっただけなんだけど、そうだからシュッと取るぐらいで十分だと思う、シュッと取るぐらいで両頬いけるぐらい十分だと思います。はい、すごい発色がいい。ピンク、そのもう一個のピンクっぽい方もものすごく発色がいい。とにかく発色がいいです、あのチーク。だから発色がいいから、もちろんいいんだけど、気をつけないと、あの、チークお化けになるなと思って、気をつけようと思います。はい。ちょっとくだらないというか、あの、余談ですが、はい。で、明日は午前中ちょっとだけ、あの、お買い物に行って、で、
午後は旦那仕事に行くみたいなので仕事に行って感じかなと思います。はい、あさってはお休みだからちょっとうろうろとまたアウトレットにでも行ってこようかなと思います。歩くのにもいいしね。はい、まあそんなこんなで今日は一日長かったですけど、いろいろと予定も詰め詰めだったんですけど楽しい一日でした。はい、でね、そう、あそこ行ったビール屋、ブリュワリーは本当に美味しくて、あのビールももちろん美味しいんだけど、ブルーベリーが入ってるビールがすごく美味しいって言ってて飲んでたんだけど、二人とも。あの、お食事もすごく美味しくて、あの、まあ、そんなに安くはないんだけど、あの、満足度はすごい高い、はい、お店だと思います。うん。うちからちょっと近いんだよね。はい。では、では今日はもうこの辺で終わりにしようと思います。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。